皆さんこんにちは、ベッカースミチャンネルへようこそ。今回私たちは伊豆稲取にある銀水槽に1泊2日で2回目の宿泊をしに来ています。ベッカースミチャンネルを始めてから1年半が経ち、それ以前も含めてどこかのホテルにもう一度行きたいと思ったら、どこがいいかを考えた時、私も妻も銀水槽の名前を挙げました。前回最高に楽しかったので、よし行ってみようと思い、今回の旅に至ります。プロが選ぶ日本のホテル旅館100選で常に上位にランクし、いつもおもてなしの心でお客様をお迎えする銀水槽に、では行ってみましょう。改めまして、ベッカースミチャンネルへようこそ。今回2度目の宿泊となる伊豆稲取銀水槽です。前回は最上階のエグゼクティブフロア銀のしおりのロイヤルスイート瑞雲に宿泊しました。今回は6階にあるラグジュアリースイート小紫に宿泊します。フロント周りは天井も高くてですね、広々しています。窓が大きいので採光がよくできていて、とても明るいです。ここは時期によって飾られているものが違います。今回は着物が飾られていました。娘は何よりもですね、コイさんにご飯をあげることを楽しみに来ておりました。いっぱいあげました。先にお土産屋さんの紹介をしていきたいと思います。全部ではないんですけれども、ご覧ください。ここからは部屋の紹介になるんですけれども、6階エレベーターを降りてですね、目の前のところを通っていきます。で、6階はですね、ラウンジとあと夕食と朝食の会場もありますので、こちらはまた後ほどご紹介していきたいと思います。ドアを開けた瞬間にも玄関が広いですよね。そしてそのワクワクが止まりません。こちらですね、右側は、お手洗いが2箇所ありました。日差しの差し込む明るい部屋をご覧ください。ここからもう海が見えてますけども、とにかく青い青い青い。前回来た時はですね、曇りだったんですね。曇りでもですね、十分満足してたんですけれども、やっぱいいですね。こちらがミニバーなんですけれども、まずですね、お水2本がサービスです。そしてこれを使って飲んでくださいということですね。冷蔵庫の中身は有料です。洗面台は2箇所備えてあります。アメニティは化粧水とメイク落とし、それから乳液もありました。
ドライヤーはリファのものでした。すごいですね。子供用の、バスグッズも用意してくれてありました。こちらはバスローブですね。バスタオルも申し分ないぐらいたくさんありそうです。ベッドが2箇所に設置してありまして、下地製のセミダブルベッドです。広々してます。こちらが客室露天風呂なんですけれども、どうですかこれ、もう光がもう眩しい、明るいですよね。そしてこの浴槽がまた大きい、入るのが楽しみになりませんか。窓はですね、完全に閉め切ることもできますし、こうやってね、半分くらい開けることもできるんですね。そしてもちろん全開にすることもできます。そしてこの景色どうですか。私思わずですね、これ動画撮る前にもう口がずっと開いてましたね。今ですね、客室露天風呂に入っています。2回目の銀水槽さん、さすがですね。で、今回はですね、6階の小紫という部屋に宿泊しているんですけれども、この部屋もまたすごいですね。なのできっと6階のね、他の部屋、例えば紺碧とか木原とか、そういうお部屋もきっと同じようにいいところだと思うんですけれども、いや、ここのお部屋もすごくいいです。で、こちらやっぱ景色も本当にすごいですよね。で、前回は結構曇ってしまっていたんでね、あんまりこういうこの時間、今4時頃なんですけれども、太陽のこう光みたいなの見えなかったんですが、今ね、すごく見えてるんで、とても景色がよく見えております。はい、ではですね、今ラッポタルを入れてみました。で、こちらですね、前回も同じだったんですけども、もういい湯加減にしてくれてます。もともとの源泉がですね、70度か80度だからなんですね。なので、熱すぎてしまうので、ちょうどいい温度にしてくれた源泉のかけ流しという風になっています。どうだろう、これかちょっと下がってきます。40度ですね。ちなみにここのですね、源泉の出てきている部分、ここに当ててみるとですね、もっと多分熱くなっていると思いますね。今45度のところら辺にありましたね。46まで行ってましたね。なので46度くらいのお湯入れてくれてるんですが、これくらいね、ちょこちょこした形のお湯なので、まあ浴槽に入っている間にはちょうどいいお湯になっているということですね。そして浴槽の広さとしてはですね、最初入るときに1段ありまして、そこからなので大人はまあ2人くらいですかね、入ればゆったり入ります。まあ、寿司詰めにすれば3人並べるかなとは思いますけども、で、段のところにもあるので、まあ、普通に家族、お父さん、お母さん、子供2人って4人とかだったら全然ゆったり入れると思いますね。そしてですね、やはりこの潮騒の音ですよね。もう下が海岸っていうのかな。なので、すごいこう、満ち引きがあるんですよね。ちょっと見てみると、こんな感じ。なので今日ちょっと少し風があるように思うので、余計前回来た時よりも潮騒の音が大きいですね。いやー、でもこれ本当最高ですよ。銀水槽に来た時の楽しみの一つとして、ラウンジがありますよね。6階にあるんですけれども、この部屋も6階なんですぐに行けるんですが、時間帯によってですね、規格を変えているんですね。なのでですね、なんとかもう全部の時間できるだけ行ってほしいなと思っています。こちらが6階にあるラウンジ、波の向こうの、おもてなしのタイムテーブルですね。できるだけ多く行ってほしいと思います。
ここからは14時から17時のウェルカムタイムのラウンジの様子を映像にしてあります。こちらのですね、金つばとかがすごい美味しいんですよね。前回来た時にそう思って、今回も楽しみに来ました。そしてぜひ飲んでほしいのがですね、この生搾りみかんジュースです。時期によってですね、使ってるみかんは違うんですけども、ぜひ飲んでほしいです。そしてですね、ビール好きにはたまらないですね。これで何度も飲むことができます。ラウンジから帰ってきましたら、この西日すごく綺麗でした。太陽が沈んでから見えるこの空の景色、まさにマジカワです。ここからは夕方5時から7時までのマジックアワーの時間帯のラウンジの映像です。外も暗くなり、このラウンジ自体がですね、とてもこうムーディーな、そんな感じになっていましたね。夕食は夕方5時から、そして7時からを選べたんですけれども、マジックアワーのこの時間帯をですね、ゆっくり過ごすために7時からにしてもらいました。こちらのオリジナルカクテルは下のところがですね、カルピスになっておりまして、この青いのがですね、バタフライピーティーというものになります。バタフライピーティーにレモン果汁をかけると、このようにですね、色が変わってきます。不思議ですね。ラウンジの奥に夕食、そして朝食会場となるダイニング銀の海があります。ここからが夕食の様子です。前回宿泊した瑞雄の時は夕食は部屋食だったんですけれども、今回の小紫の時はこちらダイニング銀の海でいただきました。部屋食の場合は家族だけという完全プライベート空間で食事ができるわけなんですけれども、こういう食事会場をいただく場合は、他の宿泊客の方たちも同じ空間にいるということで、改めて旅行をしているんだなって思える気がするんですよね。それはそれで好きです。そしてこちら金目鯛の姿煮、やはり伊豆に来たらこれは食べたいですよね。ここからが夜7時から9時半までのデザートタイムの映像です。
こちらがテーブルに持ってきたデザートなんですけれども、いやー美味しそうですよね。どうですか？美味しいです。今何食べてるんですか？クッキーです。クッキーですか？次は何食べますか？ここからが夜10時から12時までのナイトタイムの時間帯です。この波の雫はですね、若手社員の案から生まれたカクテルだそうです。綺麗な青が印象的なカクテルだと思うんですけども、すごいこうインスタ映えとかすると思うんですね。なのでそういうふうにですね、こう時代に合わせたというか、いろんな人からのこう案を取り入れていくというのがまたこの銀水槽の魅力なんだと思います。ノンアルコールもありますので、どなたでもですね、楽しむことができる、こう至福の時間を過ごすことができる、そんな一杯に間違いありません。今ですね、夜の客室露天風呂に入っているところです。ちょっとですね、今風が強くてですね、波の音がすごい大きいんですね。でこの風が結構この室内というか入ってくる感じなので、体出てるところは寒いけど温泉入ってるところはあったかいなっていうところなので、まあイコール長湯ができる、そんな感じですね。この温泉の泉質はですね、やっぱ体の方はスルスルするような感じになりますね。でやっぱね、匂い嗅いでみますと、なんかこうやっぱ温泉の匂い、これ何の匂いなんだろうな、するんですね。やっぱり家で入るお湯とやっぱ違います。お湯ってなんかやっぱ無臭っていう感じだと思いますけど、やっぱこれ温泉の匂いっていうのがしてるので、やっぱ入ってるんだなっていう、そういう感覚になれますね。ラウンジの方もですね、このウェルカムタイムだったかな、行ったし、その後のですね、マジックアワーの時間帯で、ケーキのデザートタイム、そして夜の時間帯のですね、カクテルをもらえるというところも全部行ったんですけども、やっぱ最高ですよね。そうやって、こう、滞在している時間がもう全く飽きないんですよ。それがね、本当にいいですよね。あ、もうじゃあ行こうか、なんていう感じで行ってですね、それを予定にも絶対踏み込みたくなる、そんな滞在ですよね。本当にも楽しいです。これ経験したの、4月も1回来てるので、2回目にはなるんですけども、もうそれですごい楽しかったですよね。ここからが朝食ビュッフェのお料理のご紹介です。
ここからが大浴場のご紹介です。お昼の3時半から夕方6時半までは湯上がりサービスとしてニューサマーゼリー&シャーベットを配っていました。まずは女性の方の大浴場からです。前回来た時はですね、曇り空だったんですね。なのでスタッフの方がですね、晴れの時に来てもらえればよかったっていう話されてたんですけど、まあその時はその時で、すでにもう私の中では感動を覚えていたんですが、まあ今回晴れている映像を撮ることができて、ああ言ってる意味こういうことだったんだなっていうのがすごくよくわかりましたね。さすが大浴場という感じ、とても広いですよね。私男性側の方にこう何回も入りに行ったんですけれども、そんなにこう人がたくさんいるなっていう、そういうことはなかったですね。ラウンジがあるんで、結構人がこう分散してるんでしょうね。なので、大きなホテルだけれども、あんまりそういう、こう人がいっぱいいたらどうしようっていうことは、そこまで気にしなくていいんじゃないかなっていう、そんな印象でしたね。ここからが露天風呂ですけども、いやー、この天気、どうですか？こういうことを言ってたんだなっていうのをすごい感じました。ここからが男性側の大浴場露天風呂です。いやもう本当最高の景色ですね、眺めですね。もうずっと本当入ってられるなって思うんですけども、もう間もなくですねチェックアウトなので、銀水槽ともですね、お別れになってしまうんですけど、これはねやっぱりまた来たいですよね。前回約半年ほど前に来てるんですけども、また半年以内には来てみたいよな。いやもう本当のんびりと過ごせましたね。このラウンジの時間帯による企画、あれもね本当に楽しいですよね。で意外とですね、混み合うっていう感じはなかったですね。前回来た時はまだそのコロナが第5類になる前だったんですけれども、その時もそこまでなかったし、まあうまいことをみんなばらけてるのかなっていう感覚ですね。人は結構大勢いるんですけれども、だけど席にこう並んで座れないっていうこともなかったんですよ。というわけでですね、1泊2日の銀水槽の宿泊ですね、こちらももうすぐ終わろうとしておりますけれども、本当おすすめできるホテルです。で今回客室露天風呂っていうふうにしてるんですけれども、
普通の部屋とかでも全然楽しめると思うんですよ。やっぱりラウンジがあるんで、そこに出かけようっていう風な気持ちになりますよね。なので、部屋で過ごすというよりもラウンジで過ごしたりっていうことがやっぱ多くなったりすると思うので、こういう部屋じゃなくてもぜひですね、こちらに来ていただいて、この大海原を見てですね、そして、温泉に入っていただいてですね、疲れを癒してもらいたいなと、そんな風に思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。